おじいちゃんおばあちゃんいる？あ、いた。おお、ミノ。急にどうしたべ？久しぶりだの。元気だったか？あ、正蔵じいちゃんじゃよ。いねばあちゃんじゃよ。ダメダメ、おじいちゃん髪に合ってるから切っちゃダメ。前髪邪魔なんだばって。でも孫さえ言われたら仕方ないの。ばあさまよ、今までこんなに孫に甘えられたことはなかったぞ。うん、そうですかそうですか。ねえねえおばあちゃん。なんだい？おじいちゃん、ちょうだい。ダメですよ。お母さん、この間頼まれていた食材持ってきましたよ。お母さん、やっぱりすごいわ。年季が違う。あの夫婦の愛を邪魔するものなんてどこにも。おお、楓さん、いらっしゃい。ばあさまなら今、公民館の集まりに行ってるよ。いや、すまんかった。てっきり知ってたものかと。ごめんなさい、こちらも取り乱しちゃって。ちょっとお手洗いに。おいよ。まさかお父さんがあんなイケメンだったなんて。どうしましょう。落ち着きなさい楓。とりあえずここは私が義明さんにちゃんと伝えないと。どうしたい姉さん、顔色悪いと。いや、少しお勘がしての。やっぱり信じられん、いくらなんでも。そうだべな。ミノが親父で彼氏ごっこをしたって、そういうことか。だっておじいちゃんお父さんと違ってすっごく優しいし、そういうノリも理解してくれたし、めちゃくちゃ幸せ空間だったからつい。楓、なんですぐ教えなかった？混乱するから顔を合わせて伝えたかったのよ。だからちゃんとこうして教えたじゃないね。ヒギ、おじいちゃんバリア。これこれ、ミノ、くっつきすぎだべ。こら、ミノ、孫かける祖父なんてフィクションでも許されないわよ。楓さん、何言ってんだい。いいじゃん、このくらい。ダメよ、ミノ、お父さんが見てるでしょ。ばあさま、わしはばあさま一筋じゃぞ。じいさま、後で話が。